定期購入でカミソリが毎月ポストに届く。今ならスターターキット100円。どうも、おはようございます。お前あれだべ、はい、この間も言ったけどヒゲ似合ってないよ。ヒゲ似合うよ。今から違和感すげえもん。俺今から似合うよ。俺も思いました。松本中東バッチにしろよお前。なんかサブネーム、写真を撮ってくださる方とかから、うん、インターツイッターとかに上げてるのを見たときに、うん、あ、死ぬほど似合っていないって。これそうでしょ、はい、自覚あるんでしょ。ある。なんでやめないんですか。これ慣れるかなって。というわけで、そんなこんなで、市川くんのミッションを私がクリアして、はい、この業界を一歩一歩、ええ、そんな感じです。お気づきのようにそんな感じです。そうなんですけど、今日は、ええ、なぜか大垣ら辺で、はい、ちょっと高速で事故が起きたために、あ、回転直前に着いたので、すで、に台を取ってきました。ミッションも聞かずにいやでもね、今日はね、全然それで大丈夫。いいんですか、一応なんか収録しやすそうなスペースのある番地を取りましたけど。あ、最高ですよ、はい。で今日はね、先に入場してもらったのがね、良かったんですよ。あ、良かった。今日はですね、私がね、新しい企画を提唱しましょう。俺は怪我の巧妙、来たんです。前回、前々回、その前から松本勝手にドゥという企画をやってましたが、やりました、やりました。まあそれに対抗する、こちらから対抗する企画、お、市川勝手にビンゴをやります。市川勝手にビンゴ、はい、いいですね。それ俺楽しいのかな。楽しいです。楽しいです。まあこれスケッチブックがあります。スケッチブックあります。ここにすでに、ビンゴの項目が書き込まれてます。なるほど。で松本、それを3×3回、3×3、はい、それは松本内容知らない。知らない、もちろん知らぬうちにビンゴしちゃ う。なるほど。すごいノーヒントなんですけど、まあさまざまなことが書かれてるんです。松本が、まあ起こすであろうようなことが書いてあって、あ、なるほど。さらには私はその機種にまつわることも書こうと思ったので、うん、先に機種取ってからそれを埋めようと思って、うん、3箇所か4箇所空けてるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ちょうどいいです。それ途中で大移動できないってこと。じゃあ、いやいや、いいよ。大移動しても別に大丈夫。書き直せばいいのか。書き直せばいい。なるほど、なるほど。じゃあ番長水は朝だけやります。あ、本当ですか。朝だけっていうか、 朝はとりあえず番長水がいけます。これもう全部ビンゴすると何ラインですか。8ライン。8ラインした場合はもうご褒美あげます。あ、8ライン。僕はだからビンゴした方がいいんですね。した方がいいです。それヒントとかをもらいながらやっていくと。ヒントは出しません。あ、マジ。ええ、やべえよ。こうやばくない。こうって私が丸つけてきますから。それは埋まった時は言ってくれんの。時間差とかで実は今2個埋まってんすよ。どれみたいな。もうどれどれを叶えたの僕はみたいな。あ、違う、今例え話か。例え話。あ、びっくりした。俺もう今の段階で今埋まってたらお前もうすぐじゃんって思って。俺もうすぐジーパンを履いてきたとかそういうことになっちゃうからあ、そういうこと。そうそう、なるほど、わかりました。じゃあ、まあ一部ではエスパーと呼ばれてる私です。どこで。それは4号機の猪木時代ですね。レギュラーを引いた6択を当てすぎて。それ君の友達の周りにしか言われてないでしょ。友達にエスパーって呼ばれたことがデビューしてないから、はい、あ、そうですか。友達に、まあ、エスパーだな、あ、そうだろうって言われたことが私ありますので今日はその9つ、はい、全て抜いてみる。おお、すごいよ。タットしたら俺マジですごいと思う。マジですごいことになるの。いや、全部抜いたらすごいよ。あ、そう。全部抜いたらすごい。これだけは抜けねえだろっていうのもあるってことね。いやー、ありえる。ありえる。ありえます。ありえますよ。え、松畑。一旦ここでやっておきます。あ、やっとくんだ。ある可能性がある。あ、本当に。超声ちっちゃい。超声ちっちゃい。そこに松畑任三郎っていうのがある。それでは実践開始です。あ、いなくなっちゃった。超声ちっちゃい。というわけで今日は番長3で市川勝手にビンゴ
挑戦したいと思います。はいということ真ん中はフリーじゃないんだね。真ん中フリーじゃないです。ただ真ん中は割と叶えやすいやつですね。まだ空いてないんでしょ。空いてないですね。まだ空いてない、機種固有のミッション以外は4個ですね。4個皆さんにはじゃあ見せましょう。さあこれが最初にあったものでございます。これねデデンペペってフリーズかなんかでいいと思って、じゃあこれに書き足していきましょう。埋まったかい。埋まんないんだよ。難しいんだよ、ね、な迷ってる。だって最強チェリー引くとか結構大変じゃん。いや確率重いのはね、まあ、1個ぐらいにしてくれよ。うう難しいじゃん。だあの真ん中、ど、ま、おあおおベル、あすごい半端なとこ。俺は真ん中は簡単なやつにしてくれよ。真ん中は簡単だよ。あチェリー引いた。昇格なし。これは朝一のリセットのやつは残念ながらもらえてないですね。ああもうすぐ下手したら据え置きかもってことでしたね。中途半端13か12かだったな。番長もさ、うん、間もなく1年になるわけですよ。早いな。そんなのそうでしょ。あれ私もびっくりして、春先ぐらいで、春ぐらいだから出たのが。これ年取っちゃうわけだな。これそうだよ。知らぬ間に知らぬ間にそんな、どん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 月日は流れていくんですよ。油断も隙もあったもんじゃないよ。もう気づいたら死ぬね。レビィさん全く同じこと言った。気づいたら死ぬ。レビィさんが俺もう40、今40になったら死を意識するじゃんって言い始めたよ。そうね、わかるよ。気持ちはわかる。すごい。ちょっとすげえ静かだな、この番長。ほんのり嫌な予感漂うぐらい静かですね。チェリーから全く対決いかない。じゃあビンゴ全てが完成いたしましたので、カメラの前に出します。はい、松本氏がちょっとね、さあちょっと広めなので、さあこれが今日のビンゴでございます。こちらです。こちらフリーズかなんかで使ってください。ちなみにこれですね、はい、予想は何個開くと思いますか。まあ、僕はこのそれこそ機種にまつわらないもの系は全部出てもおかしくない。マジでじゃないかなっていう気はしてます。本気で全部出てもおかしくはないかな。まあそう、確実にリーチにはなりますね。あそう、なんだろうな。だからあれで予想してやってみた方がいいよ。例えばなんか猪木の真似をするとかね。例えばね、予想してやってみちゃってもいい。やってた方がいいってことだね。Wi-Fi 飛んでるやつやるとかね。Wi-Fi 飛んでるやつやったことは、はい、こうやってやったことは あるんだね。一応なんだろう、なんてやるなーって一応やっといた方がいい。今週ね、教えてみたおやきもやっといた方がいい。おやきも入れといて、入れといて、差し込んどいた。今何個。今ゼロですね。ゼロなんだね。ゼロだ。おい、それ聞いてたら全部絞れちゃうな。入ってない、今のはゼロですからね。入ってないんじゃな、おやき、そんなに思ってない俺。やらないか。やらないでね、確かに。そうか。ただ俺これあれだな、やっぱりなんていうの、それあるんじゃねえかと思ってやるモノマネほど恥ずかしいことないね。ああやってみて分かったけど、すげえやっぱのハワイで英語喋った時の気持ち思い出したもん。自分でねちょっと得意げになっているわけだからね。得意げになってできるよ、俺これやってっからっつってそれはちょっとあれだね、人からやってって言われてやるのはまだわかるけど、ね、やるね、俺これできんだみたいなさ、すげえシャシャってやってる感があってなんかやだな。そうだ、意識しないで普通にやってったら収録をやるだけで、最低、最低2個はあって。お前それ負けるとかねえだろうな。負けるっていう項目、負ける、単純に負けるって項目はないです。ああそう、はい、おまん投資とか投資の額の大きさとかね。おああなるほど、それ投資あるな。ゼロではないですね。投資あるな
5万倍5万以上入れて勝つみたいな、ゼロじゃないもんね。ゼロじゃないですね。でもね、なんていうの、パチスロ打って、まあ、今も結構もうさ30分ぐらい打ったじゃん。30分ぐらい、はい、これでゼロなんでしょ。今ゼロですでしょ、今ゼロです。今ゼロで、この先何が起こるんだろう。この先なんかあるって。しかもさ、別にもうなんかモノマネみたいな一通りやってさ、でそれでいてここから先何が私に残ってるんだろう。ふざけちゃないよバカ野郎。だからモノマネモノマネを多めにやっても意味ないっすよ。まあ番長の方はね、まあ別にそこまであれだろうから、どうせね絶頂とかそういうもうそういう超番長とかそういうやつだろうから、癖っていうのは自分で分からないじゃん。まんまんとこまで来ちゃったな。そうですね。ちなみにあのビンゴ一つもクリアしてないですね。まだが、一つもクリアしてない。まだなの。おい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 、結構意外だな。分かった、1個分かっちゃったね。1個分かっちゃった。浜湯で担々麺を頼む入ってるだろ。おお。あるだそれ。すごいね、それあるだろ。なるほど、あーホール外での、帰ってきたら1個埋まってるみたいな。ホール外での、それ楽しみですね。それあるな。今日は担々麺に着くから。じゃあ俺これちょっと松本飲んだ方がいいんじゃないの。これビンゴに入ってるかもしれないから。これ何バイタルスパーク21。やべえな、一回も見たことない。あのよくキングでお会いするお姉さんにもらった。バイタルスパーク21、気力いっぱい。これやばいだろ。やばいでしょ。これやばいな。これなんだこれ。でもビンゴにあるかもしれないよ。西洋と東洋のハーブ配合。西洋と東洋全部じゃねえかよ。もう世界中だよ。世界中。いや、あれでしょ。味はリボビタン D にそっくり。本当だ。激笑いしてるけどくれた人が。これでビンゴ1個開きましたからいける。開きました。バイタル。嘘でしょ。今までやったことねえだろって。チャンス目対決。チャンス目です。もうかい。今日まだベルも1個も引いてねえな。はい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 。おお、たまたま当たる。終わりだ。勝つ。勝つ。絶対か。おお、当たった。強制なのか。勝った。これ何で？勝ったけど。え？なんで？今の強制っぽいな。え？強制ってでも逆転とか、あ、出たのか、出たけど飛ばしたのか。ああ、いや、逆転っていうか、あの最後のゲームなんで、このままバカーって聞くことありますよ。まあでも中対決だからなくはないけど、しかも通常 B 行ってるから強制とか1回の可能性もある。絶対負けたと思って、絶対勝つって言っただろ。意外そうだったじゃん。意外そうだったよ。よいしょ。おそらく対決連チャンいるからね。 B スターだから、ただミッションは一つもクリアしてないですよ。ミッションというかビンゴはまだなの。まだ一個もクリアしてないですね。いただきジャーニー引いたのに、いただきジャーニーに入るなんて、そんなつまんねえビンゴ置いてるわけねえじゃねえか。書くんだったらいただきジャーニーに一度も入らず。ああ、そうね、逆ね。ただ入っちゃうな、さすがに天井があるから。あ、7個で飛ばずかい。Bループ、Bループ、Bループしちゃったかな。可能性はある。Bループ。51枚しかもらえてないんだけど。やべ。これあれだな。ここにストックがいるかどうかすげえ大事だな。
ちょっといや強制書き換えの可能性全然あるよ、ガンガンあるよね。おー今の感じ、まあ、あれが弱対決だったらな、まあ強制だよね、となるよね。あーリュークは痛そうだな、抜けろ、ズン、よし来た、急に強制ってよりループ持ってる。これは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 だとしたら早くビンゴで期待できるよ、うん、真ん中を早く開けてほしいわ。真ん中何、真ん中ちょっとこれ、ね、結構簡単なやつなんだけどな、これだけやって、出てこないってことはこれあれだよ、ちょっとヒントがいるよ、ヒント出したらすぐ分かっちゃうね。普段通りの、うん、普段通りの松本なら、うん、確実に、おう、もう埋まってる？埋まってる。確実に埋まってるはずなんだけど、あ、今日、あ、そうみたいな。何だ？あ、と思って。まあホールに入って、まあ、打ち始めて1時間以内にはかなってもおかしくなかったな。いいですけどね、なんでですよ、ビーバックの敵じゃねえかそれ。たったりがお分かりすれうわー、マチコ先生出たのに大相撲よいしょ、あこれ買ってるんじゃねえかも、ね、弁当だ、うめ、はいはい、でも白さすがに大丈夫じゃない、むむ、おっしゃい、おっしゃい、あ、チャッピーで、おっしゃい、チャッピーで、さあさあさあ、ループ出てきたら激アツでござる。黄色どすこい、ゼロ、そこは出ないですね。よし、行ったね、はい、ゲートレンジャー飛んだ、まあ、とりあえずまあこの1回これ出すことに集中するわ、うん、置いといてね、そうそう、あ、さあおいで、さあ強い対決、乗り岡バカ野郎、うん、弱対決しか出る、こうねえな、シャシャー、あ、引いた、白さあ2番、まだ勝ってねえなこれ、あ、おい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 、堀尾さんがちょっと今のは塩対応でしたね。あ、モード B、 通常 B に行ってるからちょっと風水寄りっすね、調整タイプを加味するとだいぶ良くなっちゃうよ、4、6というか、あれがね、まだ通常、まあ、中対決だから本当に強制で勝ったんであればマジ6見えると思うんだけど、まあ、マダラだったのがややこしくなっちゃったな、だから一応マダラの中では弱対決じゃん、だから分かりづらくなっちゃったけど、あれ中対決扱いだもんな、なくはないんだよあれ、うん、すげえ進化、あーないね、7個目、さすがにちょっとここでボードを逃したのが痛い、1、3、両方なしはちょっとね、17、対決出てこないとピンチ、いないね、あー一応煽りは出てる、あー、あーいた、あーいる、おー17、あいたんだ、全然さっき出てこねえな、確かにずーっと乗り音、確かに、年後やってないチャッピー、あっ、あっ、裏った、びっくりした、えっ、ー、おい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 、大事、大変なことだったぞ、俺目の前で初めて見た、上り背の、さっきのでさっきのやつ、えじゃあ1回とか2回でお前一発一発乗り音バドミントンで最初に引いたベルで128分の1引いた、やばっ、俺目の前で見たの初めてなんだけど、うらったよ、ちなみに、ええ、ビンゴにはございません、ないのかよ、ないです、ないの、買えると思ってないもん相当高みじゃん、
いやー、いったね。あれシャキーンってなんだね。そう、ここでピーンってなるんだけど、初めて見た。俺裏モードだけあれなんだよな。前蹴り 40%、 強対決扱いで 25% ループ以上勝てば、あ、 50% ループじゃないんだ、うん、49.61% が 25% で、ただ 50% が 50% 持ってるから、まあ大体 50%。 いやー、ただし ART が終了するとそこで裏モードも終了。ふざけんな。あ、終わりそう。だってこれゼロゲームじゃん。そうだよ、だから負けたら終わりだよ。ゼロゲームだから負けたら終わり。ストックあるかもしれないけど、絶対勝たなきゃダメだ。あ、やばい、これは。あ、ベル引いたんじゃない。いや、一応チャンスパターン40%、 全部 40%。 いやー、頼むぞ。これ来たろ。よっしゃー、勝った。あ、全部リプレイ、ブーンで。さあ、よし、色は、うわー、うわー、早く早く。やっぱ裏モード強いんだな。やっぱリプレイでも勝っちゃうんだ。強え、早く、やべえ。さあ、どうどうなの。ループはなし、出てこない。ループはなし、ただ、ただあれだ、子供だけドリーム。あ、じゃあ取ったっぽいな。あ、取ったっぽい、取ったっぽい、隠れたかな。よしよしよし。じゃあ 裏モード継続、どうぞ。あー、取ったろ、取っただろ、取った。今弁当食ってたもん。さあ、問題はだ、やばいやばい、裏モードがループってるかどうかだ。 70%、 やばい。あー、楽しみ。うわー、いいな、裏モードやりてー。超大事、超大事だよ、裏モードやりて。でもね、裏モード、あー、何この演出、結構エレいけど。あ、チューリーだ。あ、普通のチューリー。じゃあ、めっちゃ大事だよ、対決。めっちゃ大事だよ、対決確定系でしょ。で、これね、裏モード中結構紫が見てるんですけどね。あ、そうっすね。もしかしたら一発で落としてる可能性あるな。これで弱対決が出て負けるみたいな。押せばわかるか。でもひっくり返った場合もあるんだよね、多分。あるある、 50% しかひっくり返ない、ね、で、レパート大体両方いたら裏元確定。あ、肩もしかいない、いいない。そしてひっくり返らない。これは怪しい。 70% 落としたのか。あー、ただあー、とりあえずとりあえずとりあえず勝ちまえばいい。とりあえずとりあえずとりあえず勝ちまおう、とりあえず勝ちまおう。あー、まあ、負けてよ。これで負けたら落としてる。うわ、あ、落としてる。うわ、一発で落としてる。うわ、もうやるせねえ。うわ、一瞬の夢、一瞬の夢でした。よく1回で裏モード入れたな。だよ、マジで一発落としか。勝敗に問わず転落しちゃうんで、さすがにいないと思う、もう。いやー、嘘。うわ、確かにね、いいの見れた。すげえ紫ナビとか出るんすよ、ね、もう出ないのおかしいもんね、うん、もうこれね。まさか裏返るとは思わんかったな。またノリオなの。どんだけノリオ出んの、マジで。いねえな。あ、落ちてるわ。あ、落ちてる。ノリオバドミントン多い。悲しいよ、ナビなし。あ、リップ、あ、お、勝った、勝った。おや、え、勝ってんだけど、今のなんで。あれ、いるんじゃないの、じゃあ。え、いるとしか思えないけど。だってあんなの勝つっておかしくない。いや、勝つ理由ないの。え、マジ、裏元いるんじゃないの。嘘、マジ。え、なんで勝ったの。え、バドミントンでリップ2発だったよね。か、さっきの1個前のノリオバドミントンのベルでもう1回入ったからもう。いやいや、したら落ちた意味わかんねえんだけど。え、まだいる。でも今のおかしいね。今の勝つのおかしいよね。あー、わからない。ままいきなりウルトラチャンス、いきなりウルトラチャンス。マジマジマジなの。どうどう思う。ハーレーとか出てきちゃったりせず、まあ、いや、マジか、すげえ。飛び、飛びもない、ときめく、ときめく、いる可能性がある。
早く対決してろよ。でもさすがにポッと出るよ今までの感じだと。じゃあさっきのなんで勝ったの？わからん。あれね、確定対決で超弱いの出てきたの。すげえ薄いところを引いて書き換えたとしか思えない。あ、示唆出るもん絶対いないよ、たまたまだ。じゃあおー、郷大寺なしかい。郷大寺一回もない、行かないな。どうすんだよ郷大寺行ってからのビンゴだったらさ。いやビンゴあるだろ絶対、その感じ絶頂があるだろ。絶頂が、絶頂か青 BB かどっちかあるだろ。やってくれよ、なんで行かねえんだよ、裏モード引けんのに。解決にめっぽう飛ばなくなってしまった。枯れそう、ストックが枯れそう。やっちゃうかな。さあここでもう保証はないですね。終わりそう。あーノーチャンスだ。あ、取ってる、まだ行く、取ってる、行く、取ってる、よしよしよし、まあ、初期ループか、か途中で乗せたやつかですね。うわもうストック頼みになっちゃってる、間に合わない、解説が間に合わなかった。ここ抜けるかな、頼むお願い。ほぼこしを、うわぁこれは割れないだろう、やっぱり。さすがにここいうとこなんだよな、大事なとこで。おジャストロップグマイ、これは終わりですね。おこだつ、助けてもらった方でしょう。まあね、裏モードなんていう生かしきれませんでしたけど、おまけもついてきて。皆さんカッコつけて飲むみたいな、カッコつけて飲むみたいな。いや、ビンゴ奪ったじゃん。さあどうでしょうか。ビンゴ埋まったんじゃないかなと思って缶ジュースを買うっていう。缶ジュースを買う、ボスブラックを買ってきてくれる。あ、私にね、私がボスブラね、それが今埋まったんじゃないか。缶ジュースを買う缶ジュースを買ってくれる、埋まったんじゃねえかと思ってます、ね、はい、他ねえもん、何、なんかある。まあ、ナスがママニを今まで長屋でやってる中で、まあ、ちらほら出てきたことのある、まあ、行為というか出来事というか。はぁ、ちらほら出てきたこともある、じゃあ、じゃあ一つだけヒント出しましょう。はい、ください。一個、うん、かすったところはありました、ね、かすった、ええ、かすった箇所ありました。かすったって何、かすった箇所ありましたね。惜しいの、惜しい、これが一応惜しかったですね。これが惜しかったですね。惜しかった、ここ惜しかった。かすりました、かすりました。見てる人もあ、かすってると思う。かす、まあまあ言われてみればかすってる。かすった上で今ゼロですか。あ、埋まったな、なんか。えゼロじゃないだろ、その雰囲気ゼロじゃないだろ今現在ですか、お楽しみ、ね、あ、お楽しみ、これ埋まったでしょ。だって今何個っていうの随時言ってたら、ジュース買ってくれる入ってただろうよし、30人、よし、あ、終わるんかい。さあこれで引き戻しが出るかどうか、ちょっと引き戻しはなしかな。なんでスタッフが勝手に入ってきたの。なんでスタッフが勝手に入ってきたの。はえっつって、うん、引き戻しじゃない、割れましたね、割れましたね。これはあれですな、
ゲーム数的にベルナナです。最初にトップが行ったやつですよ、はい。まあ、中対決ぐらいは期待できるでしょ。あ、早くない？早くないか？気持ち早い。うわあ！はあ！早いよ。岩尾。何？万全。超優秀。最強。万全。しかも MB 付き。最強。モロだー。ああ、これはもう。ああ、これはもう。絶対ダメだ。これはもう。ありがてえ。ありがてえ。ありがてえ。これはいった。どっこいしょ。調理実習はね。ありがてえ。最強。はい、BB。ほら、うわあ。やっぱり BB。これや BB じゃねえかと今ちょっと思ってたんだよ、全長の強さと。そうなんだ、あの変な、うん、結局7から行ったみたいな、7から行ったと思ったんですけど、それにしては特訓行くの早いし、特訓張って、まあ、勝ち確じゃないですか、もう。そうですね、的に。あっ、来たね、これ青出てきたら6だよ。ちょっと、うん、正直、ね、設定いいんじゃねえかって、これで一気に上がっちゃったな。いや、これね、6だと思う、もう。正直、状況的にさ、さっきまでね、偶数の上かもってなったのが、これだいぶ良くなっちゃったね。私ね、これ6だと思うよ、今日。あら、今日大移動しようとなってたのにね、ちょっと設定はちょっととかって。あぶね、エウレカ、あぶね。あぶね、あぶね。青、そばへ。青、滑ってこい。完璧。あー、よっしゃ、来たー。救助ビビビンゴに入れときゃよかったー。ねえんだ、ねえ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 んだ。いや、救助ビビとか裏ボードとか引くって思ってないもんだって。そうだろうね、基本的に思ってない。そうだね。今ね、ビンゴ的にはね、4個かすってますね、もうね。4個かすってます、うん、4個かすってる。何4個かするって4個かすってますね、もう。かなんでかすってんの。かすってますね。何かすってます。なんでかすって惜しい。とりあえず一回アイコスする。それは自由です。ねえんだアイコス。それ入れようか超悩んだけど、まあ、基本これもかすってます、うん、これもかすってで、これもね、かすってます。これはね、常にかすり続けてる。どういうことか。で、これはもう、さ、一応、これがね、ちょっと、うん、かすったね。常にかすり続けてる。これはかすり続けてるから。常にかすり続けてる。これはもう、ずっとかすり続けてるから。なんだよ、あるぞ、これは。よし。かすり続けてる。気になっちゃってしょうがない。気になっちゃってしょうがないよ。番長がかすり続けると何？何？何事？あー、チェリーもいる。うわー、チェリーもいる。大盤振る舞い。さあ誰？あ、久しぶりのサキちゃん。あ、初めてじゃない？出ました。出ました。今日初の。今日初のメンコに勝つ。うわー、引いた。ベル。でもノーチャンスアップ。40%引けてないパターンのやつですな、これ。あ、全部負けた。全部負けたよ。何事もなかった。ああ、まあしょうがないね、これ。色頼む、色。ストップ、ストップ、ストップ。ああ、弱い。ストップ、ストップ、ストップ。ああ、背景は俺これ4ゴロとか6角とか出たこと1回もないもん。俺清水寺はあるね。これ清水寺しかないもんだって。よし、ランチタイム。ランチパック。わかんないな、もう。わかんなくていいっす。半日やって。わかんないのが楽しいんだ。半日やってできねえんじゃ。よっぽど午後チャレンジしないと。いや、やってみてください。だから思うものを。いや、もう思いつかねえんだもの。チャレンジしてもらってね。打つでござる。どうぞ。今ミッションは達成されましたか。ミッションじゃねえよ、今の段階で。じゃあしょうがない、シル一発目なんで。お、折り返しで、発表します。ででん。現在、おい、ビンゴしている、おい、箇所、おい、一箇所です。一箇所か。一箇所ですね。
それは機種物ですか。違います。あ、これ缶コーヒー買ってくれるだな、これだな。あれ、カードどこ行った。カードどこ行った事件多いな。いや、今ね、あんじゃねえかと思って。あー、なるほどなるほど、あんじゃねえかと思って、ね、知ってて、あんじゃねえかと思ってね。 あ、こっちねえわ。カードね、カードすぐなくすからね。そうなの。ないですね。あ、ないの、ないのね。だよ、カードをなくす的な。よくやるからよ、よくやるべ。だってよくやるね。いや、これもヒント出してもらわないと、さすがに誘導していってもらわないと。多少なりとも結構ね、うん、残念なのが、残念なのが空いてないのが、うん、奇襲専用のやつが、うん、出るであろうと思ったのに出てないっていうところですかね。なんなんだ。ほんと、かす、まあ、かすってんだけどな。全部かすってんすよね。全部かすってん。かすってるね。これ1個はちょっと俺丸にしてもいいかなってのもあるんだけど、まあちょっと難しいところだな。え、あれ、これいったんじゃねえか、これ BB じゃねえか、これ。またなの。あれ、これ BB じゃねえかな。20だとしたらもっとどの道モード、モード B だし。ほら、割れた、割れる。ほら、これ怪しいぞ。怪しいナウですよ、これ。おおおお、どっちしろチャンス。バドミントン、バドミントンでも。おお、赤かしかまーし。これ通常 BB じゃないとしたら今の超ファインプレー。通常 BB じゃないとしたら今のが超ファインプレー。頼む、赤ベル。さあ、来い。よし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 。さあ、注目です。あー、シャットベルト。そしてそういう時は引くんだよね。むむ、さあ、これ BB じゃなかったら超ファインプレーなんです。おら、あー、2個目。これはいたね。これはいたよ。これは怪しいよ、市川君。これはありますな。スモだよ、これ。だって回してるゲーム数が少ねえもん。この少なさで2回はすごいっすよ。スモだぜ。スモか。アーガビー。バイ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 。あー、ルッチャーズ。パロパロパリ。あーい。あー、もったいね。そうね、ほぼ低設定はありえないです。もうそうっすね。この速さで通常ビビ2発で、角界抽選疑惑1回。普通に考えたら6だろ。え、踊り子だって悪くないし。ひっそりと丸つけていきたいんだから。いや、だからよ、なんかくれよ。ひっそりと丸つけていきたいんだ。なんでつかねえんだよ。なんかくれって。ヒント出しちゃうとすぐ叶っちゃうと思うんだよなこれ。そんなになの。うおー、画面も出ないね、なかなか。うわー、強い。何倍だ、何倍だ、何倍だ、何倍だだろう。あー、残念、単発だよ。これは悔しいな、出し切れねえな、これ。せめて、せめてビンゴを一つ。二度とこの企画をやる、やる気がなくなる。どれかを虫食いにできない、虫食い。そう、大事なところを丸々にする。じゃあやっちゃう。一個ね、まるまるの話をする、ね、だよ。まるまるの話をする。まるまるの話をするっていうのはもう二つなんだ、今のところ。もう私の中で
私の中では2つ候補としてはね、うん、でそれが大体生きてんだろ。はい、そうです。それ1つ作っちゃうんだよ、大体。そうでしょ。それはね、それ生きてるんだよ、収録で生きてるんだったら、うん、大体ね1つになっちゃう、うん、まあ、2つ挙げられれば、まず1つはね金の話だ、うん、まず金の話、まあ、金の話なんて別にそんな使われたことが多い、うん、で大体ねほぼ毎回話してて8割方使われるってなるとですよ、はい、うん、もうそれ小野さんの話しかないんだよそれもね、小野さんの話しかないね、うん、なんでだか分かんないけども、それはね、ほぼドッピシャで、そればっかりはね、もう準レギュラーだから、完全に引退してたのも準レギュラーなんでね、やっぱ偶像なんで、我々の中での、うん、やっぱ、ね、うん、よく出そうな感じでしょ。いや確かにね、うん、確かに。じゃあ一つだけね、うん、じゃあ有益な情報、リーチ、あーリーチになりましたか、どれだろうな、リーチになりました。なんでリーチになったんだ、リーチになりました、小野さんだ。ですね、じゃあ整理しますけど、はい、現在、リーチになったので、ビンゴをするためには、こちらですね、こちらが必要となってまいります。ほうほう、はい、それはいけそうですか。まだこれはね、いけそうです。おう、そうそう、多分ね、2つ、おや、強っ、おまえせ、これはハマらねえ、これは勝ってた、ハマらねえ、あのベルに来て、さっきめんこしかも、あのベルでやってましたね。うわー、ハマらばば、うわー、よいよいよい、あのベルがしっかり勝利へと導いてくれました。あー気持ちいい、ありがとう。146ゲーム全然ハマりません。確実に、まあこれに関しては設定差がない、あるわけじゃないですけど、ひょっとしたらここ、ああこれもう無理、ここで押すって言わないと思う。押す、え、いる、うわー、初号大事、来た、イエーイ、初号大事です、初大事、初大事、絶頂、絶頂、すごい、準備しろ鏡、鏡この野郎、準備しろ、首の骨、違う、首洗って待ってろ、首の骨って何だったの折るところだったあー、おー、あ、MV 貼る、 MV 見たろこれ、あー、リップ、でもバドミント使える、使える、バドミントその技使えるじゃん、バドミント大丈夫、バドミントの技使えるじゃん、そうそこ、おー、うめえ、今の何が正解だった、何を狙ったの、今のの左を狙った、今ののすごいスピードだったけど左を狙った、うめえ、ガチじゃん、トントン打法と同じぐらいの攻略法がトントン、ついに、うめぇ、大丈夫、負けてんじゃねえよ、なんで負けてんじゃん、すげえ攻略法だと思ったよ今マジで、チクタク打法ね、打法、チクタク打法、真ん中のあの射程の審判やってる射程の顔がね、すごいあれ早いな、ちょっと分かんないなあー、これはまた、お、あー、惜しい、あ、まああれがなかったか、ね、まあね、確かに、お、おーやーストップ取るなー、なんとか、なんとか1000枚投資が今、21000円なんです、1100枚ぐらい欲しいね、頼みます、よし、 うめえ、うめえ、そして怖え、チャンスアップ出てる、あー、そして、あ、赤い、いったべ、いったべ、あー、しかももう一回ベル、あ、白だけど、これはいったでしょ、うわー、きた、ズドン、青ね、上の空全部青ばっかり、まあね、さっきちゃんは大体青だね、
よし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 。お、ムム絶頂の扉。50連ストック50個残し。松本は耐える。一度は明日静岡だから残る。よし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 。さあ来い、さあ来い。絶頂出すぞ。キャモツ出るからな。あ、キャッピー。さあ勝つんだ。おー来たー、たらっ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 たら大チャンス。しかもバドミントン絶対勝てる。うめー、涙しリップ MV、 最低でも MV、 うめー。さあこれ 60% ぐらいあるでしょ、ベル多分。その打法最強かよ、マジで。 MV その打法最強かよ。これバドミントンでしょ。その打法最強。50個50個50個だー。欲しかった。やーべえよー、あの打法強いな。あげるよ、チクタク打法。チクタク打法でも超ちょっとマジでむずいんだ。早いんだもん。チクタク打法バドミントンしか使えないから。左に羽が来た時に、そう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 、あのこうこのトドロキが打った羽をこう勢いを生かしてレバーオンするから。あー超むじい。むずい、むずいよ。超ニュアンスでしかねえ。むずいけど。はいよー、ここは赤なんだね。可能性が出てきました、プラスサマイの。すぐよ。おお、でけえ、でか、でか、チャンス目、もろた。こんなもんもろたやろ。ストックやろ、ストックやろべ。ああ、欲しい。怪しい、出せってるんじゃないかこれ。潜った可能性はあるね。潜った可能性はある、あるね。うん、トドロクだからね。マジか、まあ、カットに出なかったからどっちかわからん。よし、これはチャンスあります。ございます。いるね。あ、入った、入った、勝った。でもなんか知るけど全部バドミントン多いな。あ、勝っちゃう、もうやる前から勝っちゃう。今微妙だったけどのタイミング。あー、これいったね。うわー、うめー。今日バドミントンばっかだから勝ってる、勝っちゃうよねこれね。バドミントン勝てるから、ね、バドミントン超強い。これね、バドミントンの攻略を見つけちゃったもんね。めっちゃむずいけどね。むずいけど、あ、やっぱやっていかないとね。よし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 。珍しく尻上がり。けど珍しくですよ。あと何枚だ、あと200枚。119番の設定録を前に、ほら、ちょっと勝つかちょっと負けるかをさまよってるっていう。そうだ、ちょっと負けるか、ちょっと勝つかを。あれが 119% なかったらボロ負けだったぞこれは。さまよってる。すげえ設定に助けられた今日これ。こういうことだ、こう設定ってのは。そうそう、クソ野郎でも何とかしてもらえる、面倒見てもらえるんだよこれだからね。今日ついてる人が打ったらまあ 3,4 千枚とか出ちゃうんだろうね。ばっこし出てるよもう。ただ、このさなかの中、今、実は、ダブルリーチです。なんだと、知らぬ間にダブルリーチ。なんか埋まってる。そして、おまあ、ほぼほぼ、トリプルリーチ確定。何、ほぼほぼトリプルだと思います。なぜビンゴにならない。今はダブルリーチ。この旗の色とかあるんじゃねえか、なんか。あ、ただ一応寄り乗ってる。一応寄り乗ってる。出るラッシュ、出るラッシュ、出るラッシュ、いない、もったいない。おお、チャンスメルも隠れてる。よし、うわ、よしよし、これはプラス終始に見
カメ到達。そして5大寺で絶頂。それそれそれ速30。それ一からにバトンタッチ。100点。100点じゃねえよ。すげえ後ろ側に引かれちゃってんじゃん俺。あー確定で3000枚くらい出る。内定です。うわすげえ絶妙。惜しい。絶妙。うわかなり絶妙。あーいない、いない。引き戻しを確認してる間にマイナス終身になる。おーちょっと待ってよ。しかもでも公園だからなこれは。即やめちょっと一回入れてみるから。即やめ。917枚だろ。超シビア。だからだって、かだってビンゴのマスにさ価値があるかもしんねえだろ。おお、さすが日大卒俺プラスだ。よし、来た。1115枚。おお、すごい。プラスサバイですよ。3ゲームやめ。ここでやめますよし、来たぞ。さあ、結果は外でこのスケッチブックごと松本に渡したいと思います。了解しました。それではエンディング外でお会いしましょう。実践チームでございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よし、1115枚。誰が罰ゲームよ誰が、誰が望、誰が望んで罰ゲーム、多分ね、すぐ剃ると思う明らかにハマってねえからな。折れない、じゃあ行きましょうかね。折れない、ダンディー路線で行きます。無理だわ、無理無理だわ。貫禄をね、貫禄にこだわるよね。貫禄を出して、あ、いいですよ、どうぞ。あ、どうも、こんにちは。あ、どうもどうも、本日は市川勝手にビンゴという企画に銘打ちまして、私、そうです、トットレはオスバッチョ3、はい、あの円形島のアゲ狙いを今日試みたわけですけども、うん、まあね、梅谷新選手ばりのズバピタでございました。いやすごいですね。まあ朝一ねちょっと苦労して、うん、投資が2万1000円までいったんですが、856万のハマで、そこからもう文句なしの挙動でございまして、投資が2万1000円で1050枚ですね。回収が1115枚ということでプラスの65枚です。65枚。あ、ね、65枚しか浮いてないんですが、うん、65枚とは思えない展開。そうですね、もうちょいバドミントンが出てきてくれれば、2500枚くらいはあったかなバドミントン強くなったの途中からやったけどね、うん、そうそうそう、それまでクソ負けてたけどね。ひらめいた。 あれ使えますね。あれは使えます。さあ、そして肝心のビンゴの方ですけども、さあ、いくつ達成したか、もうこのまま松本に渡します、はい、今日のビンゴの結果、市川ビンゴの結果であってでん、ノービンゴ。ノービンゴです。かなり惜しい。さっきめんこ勝利。さっきね、さっきめんこ勝利、最後の方にやっと、いや、バスカ負け。あ、これ勝ったんだね。そう、だからいっぱいあれば、いっぱいあればいけるのは岩尾バスケ。表弁当を引かない、うん、それだからずっとかすり続けてるんですよ、ね、常にかすり続けてる甘ったるいカフェオレを飲む、うん、投資4万円オーバー、うん、青七を揃える、うん、昼飯、惜しい。あったじゃん、正直私たちの昼飯は浜湯というところでいつも多分10回は連続で食べてるのに、今日このミッションを考えたのに今日浜湯じゃないところで飯を食うという奇跡の出来事が。浜湯がすげー混んでたんですよ今日。すげー混んでたんですよ。俺だってこれ昼飯行く前に言いましたよね。言ってた。これだってもう、うん、浜湯さえ空いてれば行ったもんね。そう、浜湯さえ空いてれば最後のさっきめんこ勝利で勝ちだった、ね、あー惜しいわ。これどうですか。もう、まあ、これはもう今日展開的に無理だったからね、うん、いや惜しかったわ。甘っとりカフェオレを飲む際1時間半ぐらい達成してないから、どうして松本いつもなら確実に飲むじゃないかっていう惜しいですね。惜しいでしょう、うん、いけた。マジ浜だって俺の中で覚醒案件だからその甘湯のタッカフェと、いけたって現実的に考えるとリーチしてるのがこことここだから、うん、もう浜湯だよりだったよね浜湯だよりで、浜湯次第でした。まあでも岩尾バスケ負けもありえんじゃん、うん、
うん、そうだね。まあなかなか引けないけどね。惜しかったんだけどね。だから岩尾出てきた時に調理実習が出てきちゃったのよ、ね、調理実習しかも勝ったしね。そうね。いやこれは惜しかったですね、うん、まあまあいいぐらいのバランスだと思うんですよ。まあまあちょうどよかったです、ね、分かんない。これは見てる方は面白いのかやってる方は面白かったですけど。そうなんですよ。なるほどね、うん、またねこれできますから一か勝手にビンゴ。いやーフルビンゴ目指して頑張ったんですけどね。そうそう、フルビンゴ目指して頑張るの中に投資4万円オーバーが入ってたので頑張んなくて。ここ何回か連続4万円オーバーしてるんすよ。いや今日は勝ったよ久しぶりに、うん、ねえ67枚といえどもね、夏ママだけすげえ調子良かったから、うん、というわけで久々の夏ママの勝利、まあ60枚でございますけれども、それではまた次回お会いしましょう。さよならバイバイ。さよなら。勝ったよよかったね。6だよ6。